第二次世界大戦太平洋戦争ソロモン諸島の戦いソロモン諸島の戦いは第二次世界大戦中に日本軍と連合軍の間で南太平洋ソロモン諸島の争奪をめぐり行われた戦闘である一連の戦闘の中で大きなものはカダルカナル島の戦いとブーゲンビル島の戦いであるが この他にも多くの陸海空の戦闘が行われた。太平洋をめぐる日本と連合国との戦いは、初戦の南方作戦では、周到に準備した日本軍が、西太平洋を制し、南方資源地帯を抑える結果となった。資源的に余裕が出てきた日本軍は、第二弾作戦として、陸軍の中国、インドを抑えようという案と、海軍のオーストラリアを抑える案とが浮上してきた。 しかし、海軍軍令部はオーストラリアを抑えるには新たに20万人程度の軍が必要と試算、陸軍側と折衝したが、中国戦線を主戦場と見る、陸軍側はこれを拒否した。このため軍令部は、アメリカとオーストラリアの間の交通を分断し、オーストラリアを孤立させ、休戦させるという構想を立て、陸軍の了承を得るに至った。そのため、日本海軍は、 フィジー、サモア、ニューカレドニアを攻略する FS 作戦を計画した。1942年4月頃の日本海軍の作戦計画は次のお通りであった。5月上旬、ポートモレスビー攻略作戦6月、上旬ミッドウェー、アリューシャン作戦7月、FS 作戦がダルカナル島のすぐ北に位置するフロリダ島のつらぎは、 三五回海戦直前の5月3日に日本軍が占領した。すぐに、つらぎに紹介活動用の水蒸気を配備し、つらぎの部隊はカダルカナル島に飛行場敵地があることを報告した。6月のミッドウェイ海戦の敗北の直後、日本軍は FS 作戦の2ヶ月延期を決定したが、つらぎの強化や FS 作戦のために、 ガダルカナル島に飛行場を建設することとし、1942年7月6日に飛行場設営隊が島に上陸して建設が始まった。同じ頃、FS 作戦の中止が決定したが、飛行場の建設はそのまま進められ、8月5日には完成して、16日に戦闘機を派遣する予定であった。ただ、この頃の日本軍の関心は、 FS 作戦が中止になったことで、ソロモン諸島よりも、ニューギニアのポートモレスビーを再攻略することに、向いていた。一方、7月2日に連合軍は、ウォッチタワー作戦と呼ばれる、対日反抗作戦を発動し、8月7日に、ガダルカナル島で、日本軍が建設中の飛行場のダッシュと、 フロリダ島のつらぎにある日本軍基地の攻略のためアメリカ海兵隊第一海兵士団を主力とするアメリカ軍が両島に上陸した。同時期ニューギニアでも日本軍のポートモレスビー陸路攻略作戦が行われていたがガダルカナル島の戦いが始まると日本軍は戦力をガダルカナル島に優先投入した。日本海軍は インド洋で大規模な作戦を行う予定であったが、こちらも中止された。1942年時の前線がダルカナル島のすぐ北に位置するフロリダ島の入り江にある3つの小島に、日本海軍の横浜海軍航空隊と陸戦隊の800名弱が駐留し、水蒸気による周辺の紹介活動を行っていた。8月7日、アメリカ海兵隊が上陸し、 激戦となったが、翌8日に占領された。日本軍は、少数の捕虜を除き全滅した。連合軍の補給戦1942年7月6日、日本海軍は、ガダルカナル島に飛行場設営隊と、わずかな守備隊を送り込み、ルンガ飛行場の建設を開始し、8月5日に第一期工事を完成した。一方この情報を掴んだ、アメリカ軍は、 8月7日にガダルカナル島に海兵隊1万名を上陸させて、差したる抵抗も受けずに飛行場を占領した。またこれと同時にフロリダ島、ツラギ島、ガブツ島、タナンボゴ島に対しても陸海共同の占領作戦が行われた。ウォッチタワー作戦と呼ばれるこれらの作戦は、太平洋戦線のアメリカ軍にとっては、初めての攻勢であった。 こうして、それまで注目されていなかったガダルカナル島は日本と連合軍の激戦地となった。アメリカ軍のガダルカナル上陸に日本海軍は直ちに反撃行動を起こし第一次ソロモン海戦が発生した。この時までの日本軍のガダルカナルでの作戦は海軍単独によるものであったが8月12日にソロモン軍島用地奪回作戦の 陸海軍中央協定が締結され、陸軍も脱回作戦に加わることになった。しかし、アメリカ軍が日本から脱出した飛行場をめぐる地上戦では、日本軍の情勢判断の誤りにより被害が拡大した。この間、周辺の海域では多くの海戦が行われ、日米両軍とも多数の感染を失ったが、 工業生産力が劣る日本の方がより大きな打撃であった。また、この戦いで、ラバウル航空隊は往復2000キロもの長距離飛行を強いられた。そのため、搭乗員の疲労は激しく、多くの航空機と貴重な熟練搭乗員を消耗していった。1942年12月31日に、日本は、 ガダルカナル島からの撤退を決定し、翌年2月に撤退が行われた。一連の撤退作戦が行われた後、1943年2月9日、ガダルカナル島からの転身を伝える大本営発表が行われた。この戦いにおける、日本軍の死傷者2万4千名、アメリカ軍の死傷者6千名を数えるまでになっていた。日本軍は、 ガダルカナル島での戦いに敗北し、以後戦況は悪化の一途をたどる。丸括弧内は、連合軍における故障。1942年、鉄は、鉄帝海峡での海戦1943年日本軍のガダルカナル島撤退後、連合軍の進撃は次の作戦の準備と休養のため小休止となり、日本軍は、中部ソロモン諸島と、 東部ニューギニアの防衛の強化に努めた。ただ、このまも戦闘は続いており、その主なものは、ラバウルからニューギニアへ向かっていた、日本の輸送部隊の壊滅、日本軍による、連合軍に対する大規模な航空作戦、山本56連合艦隊司令長官の戦士である。連合軍は、昇級士の後、南太平洋方面の日本軍の一大拠点ラバウルに向けて、 ソロモン諸島とニューギニアの両方から前進を開始する。ソロモン諸島方面の連合軍の最初の行動は、中部ソロモンのニュージョージア島のムンダ飛行場のダッシュを目的としたものである。以後の、この海域の戦いは、ソロモン諸島沿いにラバウルに向かうアメリカ軍が飛行場を確保するために行った作戦と、これに反撃する日本軍の間で発生した戦闘である。 ニュージョージア島、レンドバ島日本軍は、ガダルカナル島での戦いを支援するため、1942年12月に、ニュージョージア島のムンダに飛行場を建設した。ガダルカナル島撤退後、日本軍は、ソロモン方面の防衛線を、中部ソロモンとすることに決定し、ニュージョージア島や、そのすぐ北にある、コロンバンガラ島の戦力増強を続けた。アメリカ軍は、 ニュージョージア島の日本軍のムンダ飛行場を占領して、自軍の飛行場とするため、その準備作戦として1943年6月30日、ムンダの対岸のレンドバ島に上陸した。続いて、7月5日にニュージョージア島に上陸し、8月5日にムンダを占領した。残存の日本軍は同月下旬にコロンバンガラ島へ撤退した。 アメリカ軍の入場時や登場陸から、ムンダ飛行場占領までの経過は順調なものではなく、事前計画より多くの日数と損害を強いられることになった。ジャングルを通って敵飛行場に接近し占領するという困難な問題を経験したアメリカ軍は、この苦い経験によりその後の作戦計画を修正することになる。また、1943年8月に、 アメリカ軍統合参謀本部が発表した指令書は、ラバウルは占領するよりもむしろ無力化すべきであると述べている。ベララベラ島、コロンバンガラ島アメリカ軍の最初の計画は、日本軍のコロンバンガラ島のビラ飛行場の占領であったが、ニュージョージア島攻略の苦い経験から、日本軍の防備が厚いコロンバンガラ島への進攻は止め、 代わりに防備が薄いベララベラ島に飛行場を建設することにした。1943年8月15日、アメリカ軍は同島の南部に上陸した。島には少数の日本軍しかおらず、増援部隊が送られたが大きな戦闘は発生しなかった。ベララベラ島がアメリカ軍に占領されたことで、コロンバンガラ島の日本軍は連合軍に、 包囲されて孤立することになり、9月28日から10月2日に日本軍のコロンバンガラ島からの撤退作戦が行われた。ベララベラ島にいた約600名の日本軍は10月6日に島から撤退した。これにより連合軍は中部ソロモンへの進撃を達成し、次は北部ソロモンのブーゲンビル島を目指すことになる。 ブーゲンビル島1943年4月7日、ブインからサボ海峡を航行する空母をはじめとする連合軍艦隊への出撃に向かう随格、航空隊北部ソロモンのブーゲンビル島では、日本軍はブイン島に飛行場を建設し、ガダルカナル島の戦いの時は、ガダルカナル島への中継基地として活用した。また、コロンバンガラ島からの撤退が行われた頃に、 策定された絶対国防圏構想では、ソロモン方面の前衛戦は、ブーゲンビル島とした。アメリカ軍は、ラバウルに向けて、さらに前進するために、ブーゲンビル島に飛行場を必要としたが、ニュージョージア島攻略の苦い経験から、ブーゲンビル島の日本軍飛行場は占領せず、同等に、新たな飛行場を建設することにした。飛行場建設地は、タロキナに決定し、 1943年11月1日、アメリカ軍は、同等のタロキナ岬に上陸した。日本軍は上陸したアメリカ軍に対し攻撃を行ったが失敗に終わり、12月にタロキナに飛行場を完成したアメリカ軍は以後、それまでを大きく上回る規模で、ラバウルの空襲を行った。翌年3月に、日本軍は再びタロキナを攻撃したが、 これも失敗し、以後、日本軍は、食糧不足と熱帯病のためその状況は、墓島と呼ばれるものになった。戦闘は終戦まで続き、日本軍は1945年9月3日に降伏した。グリーン島連合軍は飛行場の建設を目的として、1944年2月15日に、グリーン島に上陸した。島には、 約100名の日本軍がいたが玉砕した。飛行場は3月4日に完成し、連合軍の航空基地からラバウルまでの距離は、ブーゲンビル島のタロキナに比べ、半分の約2 0 0トルとなった。ソロモン諸島とその周辺海戦の丸括弧内は、連合軍における故障。1943年1944年。 ガダルカナルの戦いは日本の海軍に大打撃を与えた1942年6月5日のミッドウェー海戦とともに太平洋戦争におけるターニングポイントだと考えられている。日本の勢力圏に最初の突破口を開いた連合軍にとっては太平洋戦線における反抗の開始を意味し日本軍にとっては敗北の始まりであった。ガダルカナル島の戦いの後 連合軍は、中部ソロモン諸島の精神と、東部ニューギニアから北岸沿いの精神により、1944年3月までに、ソロモン諸島進行当初の目標であった、ラバウルの攻略を達成した。この頃になると連合軍の戦力は、ガダルカナル島上陸の頃に比べてはるかに、充実していて、中部太平洋でもアメリカ軍の大規模な反攻が、始まっていた。この後、 連合軍はあの二方面からの作戦に移っていく。一方、日本海軍はガダルカナルからラバウルに至る消耗戦に対し、基地航空隊だけではなく米軍迎撃の主力となるべき空母艦載機部隊第一航空艦隊及び第二航空艦隊をも投入し、そして消耗戦で失ってしまった。この結果、米軍の二方面犯行のどちらに対しても有効な、 反撃ができないまま孤立した離島の守備隊が各個撃破されて玉砕していく悲劇が繰り返されることになる。ありがとうございます。